久保さん。久保さんはめくりましたよね。確かに。まあ、なんすかね。まあ、塾入っても教材買っても、その内容を見ずにやらない人がいますからね。<laughs> 久保さんは塾の内容を見てやっただけですよね。うん。それやらない人結構多いですよね。買っても。見ない人とか。 まあ僕もいろいろやっぱ見てきたんですけど大半はやらないっていうね <laughs> 稼げてないそうそれ稼げない理由やってないっていうね根本的な原因なんですよね根本的な何ですかね古典的なというかでなんでやれてないんですかっていうといや時間がとか難しいとかなんかまあいろいろやれてないまあね理由を言うんですけど、うん、まあそういうことなんですよね <laughs> 変えたいけど、変えてないっていうね、やってないっていう、そういうことなんですよね。いや僕,が僕が人生変えられた理由も、久保さんが人生変えられた理由も単純で、まあ、やったんですよね。めくったんですよね。なんかね、難しいことをやってないんですよ。勉強して、あのー、やっただけなんですよ。その,その行為自体は別に何すかね、その、すごくシンプルじゃないですか。 ネットビジネス今まで勉強してきませんでした久保さんは塾入って勉強しましたやりましたっていうそのなんかその行為自体はで難しいことがあるとするならばその勉強していく中で理解できないことだったりとかこれどうなんだろうみたいなところをどう解決していくかっていうところが難しいと思うんですよでもそれは、まあ、塾入ってんだったら聞けばいいですからね久保さんも聞きに来てましたしねそう <laughs> うーん 難しいことまああとはそれがめんどくさいかめんどくさくないかじゃないですか勉強がめんどくせいのかめんどくさくないのかっていう僕はその学校の授業はすげえめんどくさかったですし夏休みの宿題あと冬休みの宿題とかもうまあそういう宿題系ですよねでも全然やるタイプじゃなかったしやれなかったし学校の授業に関してはこれ勉強してなんか将来意味あんのかなみたいな意味を見出せなかったんですよ あ勉強しなかったし。でもそのネットビジネスの勉強に関しては、もうお金に直結するというか、だってお金必要じゃないですか。ね。お金に困っ、みんなお金がないからは、正直多分お金がないから就職する。タウンワークとかね。ハローワークとか行くと思うんですよ。100億円貯金があってハローワーク行く人います僕ね、多分あんまいないと思うんですよね。あんま。まあ、たまにいるかもしれないですよ。変わってる人は。 100億円貯金あるんだけども、ハローワーク行ってし食探す暇だからっつってね。でもでもそれはたまにであって、多分百100人いたら、多分す数人じゃないですか。ハローワーク行って朝から並んで100億円貯金あります。だけどハローワーク朝から並びます。で手取り何万を探しますわけじゃないですか。多分いても数名だと思いますね。結局ほとんどお金のために働くわけじゃないですか。 まあ僕もビジネスやってる理由って売り上げ作るためなんですよね。うん。だけど、ちょっと違うところが、うーん、何んすかね。やっぱ、会社とはやっぱ違いますよね。自由に自分でやって、自由にやれるっていうのは全然違うので、まあ僕はこっちの方がいいっすね。きるあの、安定はないですよ。安定はないですけど、安定を自分で作ればいいんで、うん。単純にまあやってないっていうね。いってらっしゃい。